昨日の番組なんだけども、何が成功して何が失敗したのかって、次に俺たちの問題だと言ってるやつとか、あと中国で結構若者で共産党嫌いなやつがいるんだよね。そいつらと、裏ツイッターで情報交換しながらやり取りしてるそうなんだよ。皆さんこんにちは。今回は中国のある実情について持論を展開する岡田斗司夫さんです。それではどうぞ。香港でですね、学生でもあるじゃん。結局何かっていうと、それは香港で自由選挙が行われないと。香港のいわゆる行政長官を選ぶのに自由選挙を行う約束だった中国政府がやってくれないと。もともと香港はイギリスがですね、借款していて、でそれが1997年だったんだよな。97年に中国に返されたんだよ。で中国に返されるときに香港の市民というのかな、大反対して、中国に返されたら私たちは恐怖の中国政治に支配されることになるっていうので大反対したと。その時に中国政府が一国二制度ということを言い出したんだよね。つまり中国本土はいわゆる共産主義なんだけども、香港に関しては民主主義体制を取ると。一つの国で二つの制度を取るから、香港の皆さん安心して返還に応じてくださいというようなことをやったわけだ。でもそこまでやってても、その時に600万いた香港の市民のうちの60万人がカナダとかアメリカに逃げちゃったらしいんだけどもさ、すごいよね。国民の1割が、それも主に富裕層だよね、国外逃亡しちゃうっていうような事態になったんだけども、結局その後自由選挙、香港のトップを選ぶ自由選挙というのが行われなかったと。そうじゃなくて制限選挙だけは行われたと。で一番最初は何だっけな、800人の選挙管理人が選んだ人間が香港長官になると。その800人は中国共産党の人が選んでるからさ、結局中国共産党の思い通りの人事になっちゃうわけだよね。これがもう大揉みに揉めて、でようやっと2014年か再来年に、今の長官が引退して、で新しい香港の行政トップが選ばれるんだけども、それもまた誰を選ぶのかは、選挙は自由だと。18歳以上だったら誰でも自由に投票できるんだけども、ただ非選挙人、つまり立候補できるのは800人の選挙管理人が選んだ人しか立候補できない。その800人は全て中国共産党が選んだ人というとんでもない仕組みになってるね。もうほとんどどれを選んでもいいんだけど、選ぶの全てクズばかりっていう中で、ダメなコンビニの朝のお弁当コーナーみたいになってんだよね。全部欲しくないみたいな状態になっててさ、いやなんでこんなことになってんのか。で中国問題の石平さんっていう人が来て、石平さんっていう人は北京大学出てさ、天安門事件で中国と精神的決別をして日本に帰化して大阪府堺市に住んでるって変なおっさんだったんだけどさ、その人が出てきて、なんでこんな問題が起こるのかっていうと、実は香港の若者は中国人が大嫌いなんですってすげえ発言をしてた。これテレビ的に OK だぞって言ったら、いやもう東野幸治さんも突っ込みようがなくて、そうなんですか。あの東野幸治が突っ込みどころがないっていうのは大概のもんなんだけども、で香港 の, 人あの若者がなぜ中国人が嫌いかって、テロップを用意してあって、どんどんテロップでそのおっさんが説明するんだけども、まあ、一つ目はマナーが悪いと。マナーっていうのは何かっていうと、やっぱ植え込みとかね、電車の中とかでも子供にトイレさせるんだよね。で関平さんによると、中国ではどんな子供用の服としてお尻が割れてる服売ってるんだって。それは子供服なんだよ普通に。でどこでもうんちやおしっこができるようにお尻がもう割れてるんだって。そんなの売ってるぐらいだから。で子供のうんちやおしっこは汚くないという伝統があるっていうふうに言った。で本当に汚くないんですかって言ったら、関平さん、汚いに決まってますよ。どこでもさせるんだけど、自宅でさせるやつはいませんと。いわゆる自分の家のリビングとかではするはずない、させてないんだから、本当は親も汚いっていうのが分かってんだけども、マナーが悪いからそこらじゅうさせると。このマナーの悪さが、まあ、香港の、若者たち、中国本土のマナーの悪さが香港の若者たちは大嫌いだというふうな話をしてて、もう朝のワイドショーでながらこのスレスレ感の凄さ。あと愛国教育っていうのはあるじゃん。もう僕らもよく知ってる、いわゆるその中国にとって有利な歴史的な
ことを言ってみたりするようなやつ、それはまあどの国でもさ自分の国が一番かっこいいと思ってるからさ、俺1960年代70年代アメリカの公的教育見たらインディアン悪者に書いていて正義のアメリカ人が来たっていうのを向こうもやったし、日本だってまあ昔やってたからさ、どの国も似たようなもんなんだけども、このネットワーク時代になかなかそういうふうなことって言い切れないんだよ、よその国のツッコミが入るからさ。でもまだ中国やっていて、それが香港の若者からしたらあの愛国教育嘘だろうっていうふうなことで今デモになって大物に揉めてると。関平さんのポイントビューがすごく面白くて、これなんで今中国が強制的な弾圧出れないのかっていうと、やっぱりね天安門事件が中国のその支配層ってすごいトラウマになってると。あれはもう本当に鎮圧できたと思ったんだけども、結局ベルリンの壁並みに向こう何十年下手したら100年ぐらい言われる歴史的な事件になってしまったと。中国はああいうことをするというふうに思われてしまっていると。でチベットにしても何にしても中国は一生懸命隠してるつもりなんだよね。で何がまずいのかっていうと台湾なんだわ。台湾って今香港と同じでさ、新中国政権、つまり中国の人と仲のいい政権長官と中国の人が嫌いな政権が交互に与党になってんだよね。でこれは何なのかっていうと、将来台湾は中国に併合されるというのが中国の読みだ。で台湾にしたら併合しないまたは併合するにしてもいい条件を取ろうとしてるわけだよね。その時にやっぱ台湾の人が考えるのが、香港の一国二制度ものなんだよ。つまり香港でやってた、香港は民主主義でやってください、中国は共産主義です、向こう50年間はこの政治体制はお互いに尊重しましょうというのを明らかに今守ってないんだよね。そうすると台湾が次併合されるときはかつての香港か下手したらもうチベット並みの扱いを受けるというふうなことがもうどん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 分かってきて、でもタイムリミットは迫ってきていると。いわゆる今台湾に住んでる人たちでも、もともと中国大陸にいた人たちが中国革命の時に台湾に行った、でその人たちが国に帰れるか、その人たちの遺族がいる間に骨を中国本土に埋めれるのかっていう儒教的な問題、親孝行の糸が一回切れてるわけだよね。生まれ育った土地を離れて帰ったんだから、そのままでは親不孝になっちゃうわけだ。でこれがやっぱりそのもともと儒教は盛んな国であるし、国民宗教としても親を尊ぶとか祖先を尊ぶって祖霊信仰が強い国だからさ、僕らが考えているよりずっと精神的な問題、精神的な支柱問題でもあるから、じゃあやっぱり中国に帰りたいという人がある程度いるうちに中国としては併合したいわけだよ台湾。でも香港でこんなにトラブってて天安門事件の二の舞を起こせないしというふうなことで、今もう一生懸命やってるのが警察隊とか警官隊がデモ隊をね刺激するという方法を取ってたんでわざわざ反発するように暴力的なモブになるような関わりやってたんだよ。で中国ではこれがうまくいったんだよ。つまり警官隊がちょっと過激にこづいたらカーッと血が上ってきてあっという間に流血沙汰になって、結果それを鎮圧するっていう流れができたんだけども、今回のその香港でデモ取り仕切ってるやつらが結構ねイケメンの男の子とすごい美少女の女の子の2人が17歳がトップな2トップなんだけどさ、この2人がいわゆるそのウォール街選挙とかそういうのを見て何が成功して何が失敗したのかっていうパターン研究し尽くして、おまけに香港とかの次に俺たちの問題だと言ってるやつとか、あと中国で結構若者で共産党嫌いなやつがいるんだよね、そいつらと、裏ツイッターで情報交換しながらやり取りしてるそうなんだよ。いやすげえなと思って、でこういうのを朝のワイドショーでは結構ねこうバリバリ言えてしまうところが面白いなというふうに思いました。皆さんいかがだったでしょうか。中国の実態や報道できない理由は本当なのでしょうか。10年前の動画ですが現在と変わっているのでしょうか。皆さんはどう思われますか。よろしければコメント欄にて考えをお聞かせください。それではまた次の動画でお会いしましょう。